こんにちは。こんにちは。ギズモンの清家です。カメラ錬金術師の、ご嬢さんです。錬金術師ということは、まあ過去の例で言うと、いい成果も出さずに変なものを作っていったっていう印象が僕はあるんですけど。まあ一応錬金術師って言ってたんですね。はい、鉛から金を作ったと。はい、作ってないと思うんですよ。まあ、そういうところがまあ味噌なんですけど、まあ実際は放射能障害でバンバン死んだり、水銀導線で死んだりとか。カメラでね、まあ、そういう人たちなので、金のカメラを作り上げたいと、作り上げようとしたところで健康が死んでしまった、今回のお題もそれに関係あることですね。そうですね、はいはい、じゃあ今回はですね、まあ、ちょっとまたひねくれた方向に行きますけども、はい、SD15 でカールツアイス、しかもヤシコン、はい、SD15 というのはシグマの、シグマのカメラです ね、はい、ですね、デジタルカメラですね、はいはい、でそれでちょっと語ってみようかと思います。 SD15 はもうこの写真がホームページで見れますが、この一眼がバリバリのデジタル一眼って感じですね。まあ一応見かけはですね、はい、デジタル一眼です、はいはい、でまあレンズがあれでしょう、ツワイスのレンズをつけて、無理やりですね、はい、今回その無理やりつけてますね。これをちょっと何ですか、語ってください。いろいろ今回はですね、うん、はい、この、まあ、変態的な SD15 についてちょっと語ってみたいと思います。ギズモキャスト、はい、というわけで、はい、なぜなぜ私がこのシグマの SD15 にカールツアイス、しかもヤシカコンタックスマウントですよ。そうですね、昔のツワイスのマウントですよね、はい、ツワイスというか、まあ、ヤシカ時代のコンタックスの、まあ、直近ですと、なんていうんですかね、京セラのコンタックスと言われたカメラ群についていたカールツワイスのレンズですね、はいはいはい、でこれをですね、まあ、なぜ私はこんな変なことをやってるかと言いますとですね、はい、なぜこのセットなんだ、はい、まあ、一つはですね、カールツアイスのレンズっていうのは一応ですね、私思い入れがありまして、はい、まあ高校の時にですね、はい、まあ、清家さんが私にですね、そうですね、はい、コンタックス RTS を持ってきたわけですよ、はいはいはい、見せてくれて、はい、バイトして、そうなんですよ、当時5万円で買ったって私聞いたんですけど、ですね、RTS はね13万ぐらいだったと思うんですよ。そんなしたんですか。そうでした、うん、いや中古でよ、中古で、うん、だって当時ってもう30年ぐらい前ですよね、はい、これはね、私ね、ドカタに行ったんですよ。ドカタですか。モロドカタですよ。おお、ドカタでバイトして、1年生の夏休みにですね、はいはい、合計30日ぐらい行ったかもしれないですね。30日、夏休みを全て投入して、はい、RTS をほぼね、小川工業高校の屋上でアスファルト剥がしちょっとやったんですよ。小川工業高校ってどこでしたっけ。熊本の、まあ、この前ちょっと前通ったんですよ、懐かしいと思ってね。それで高校の中の、まあ、工事のバイトをして、高校生たちが勉強してるんですよね、はい、小川工業の横で昼休みに、ほら体がもう暑いわけですよ、夏場だから、はいはい、暑いですね、廊下でゴロンってなってましたよ、ね、ドカタファッション、はい、廊下ひんやりして気持ちがいいとか、そういうレベルですね。それで、はい、もうどうしてもコンタックス RTS が欲しいと、中古でもいいかなということで、はいはい、買ったんですよね。まあ、あの時に、はい、まあ、高校生の清家さんがですね、はい、やっぱりこの、まあ前にも言ってた通り、はいはい、まあ、ペンタックスマニア、いや、ですね、ペンタックスをとにかく12,000〜13,000円SP をですね、タクマの 50mm 付きで12,000〜13,000円でアルバイトして買ったんですよ、だけどあまりにもチンケで、チンケですか、ね、もっと素晴らしいものがこの世にあるはずだと思ってね、はいはいはい、欲しくなったんですけど、まあ、ツワイスが興味持った理由はですね、もう当時ももちろんキヤノン、ニコン、いいレンズですよ、はい、ね、図書館でとにかくレンズのことを文献を見てたらね、調べてたんですか、はい、カールツワイスがね、ダントツじゃないかと思っちゃったんですよ、当時です、ね、高校です、本当は中学3年生からですけど、はいはい、でなんかね、歴史がとにかく古いと、ね、まあ、正確に分かんないですけど200年だとかね、ぐらい前からやってて、もう
なんですかね、テッサーレンズは130年前くらいになんか特許が取られてるとか、あ、本当すごすぎだろうと、この歴史のすごさみたいな、はい、で考えてたらもうなんかこの世で最もすごいんじゃないかなと思ったんですよ。あの清家さんってですね、結構あの実証主義者なんですよ、はい、この方は、はい、で多分それでまた一生懸命調べて、はい、でじゃあこれ現物見ないといけないなって話で一生懸命バイトして買ったんですね。貸してくれる人もいないですからね、あんなこう当時めっちゃ高価でしたもんね。もうやっぱすごいです、高いですよ、で、まあ、ただ正直手に入れた感想ですね、使いにくかったんですよね、あの RTS がフィルム巻き上げの不良が多いとかね。あ、それはちょっとまた別の機会に。そうそう、でそれでなんだかんだでペンタックス SP の方をよく使うようになっちゃって、はい、まあペンタックス SP の方が思い入れがある結果になっちゃいました。一夏のなんですか、努力冒険と言いますかね。ただまあもちろんいい勉強になったし、五条さんに店に行ってですね。そうなんです。でそこで清家さんがこう見せてもらって、はい、もう力説されましたね、これ世界最強じゃないのみたいな、はい、で確かに、まあ、あの当時のカメラ雑誌とかですね、はい、見るって作品を見るんですけど、はい、やっぱなんかちょっと色合いが違う印象がありますね。確かに違いますよ、ね、うん、まあ解像力もすごいし、はい、レンズの種類もいろいろあるし、うん、で、まあ、そこで、あ、こんなにすごいレンズだったらいいな、はい、まあ、自分なりにもそれからいろいろ調べたりしまして、ね、だんだんこうツワイスにはまっていったんですね。でもまあツワイスってやっぱり高価なんで、はっきり言って今ツワイス買える人すごいですね。今の高いですもんね。今そのコシナとかで作ってるやつとかね、もう無理ですよ私の所得では。だって50ミリの単焦点で、まあ、今オートフォーカスになってますけど、はいはい、あれでもう10万とか20万近いですよね。そうね、プラナ欲しいでしょ。プラナ、ね、やっぱりプラナですね。ね、でも言うじゃないですか、また土方に行くのもしんどいですからね。行かんで。まあ最近はまあ全然買ってないけど、我々の言うツアイスはつまり40年前の40年でしょ。40年前のツアイスに行って、まあいろいろ思い入れがあるわけですね。はい。はい、まあじゃあ引き続き、はい。それであのまあですね、あと、はい、実はの新谷薫先生って漫画家がいらっしゃいますけど、はい、あの新谷薫先生がですね、シリーズ1000分の1っていう、実はカメラの、はい、カメラについての思い入れを固めたような作品の、まあ、コミックスが3個分ぐらいですね、はい、あります。で当時あれを見つけて、うん、やっぱりなんだろう、RTS 買った主人公がですね、はい、RTS 買ったんかって言われて、はい、ツザイスだ、世界最高のレンズが使える、うんうんうん、だ主人公が別の主人公の話もあって、はい、オムニバス形式だったんで、はい、だ別の主人公がハッセルを買ったっていうんですよ、うん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 、たらハッセルがツアイス世界最高のレンズが使える、あ、そうそうそう、まあ、連呼してるわけですよね、はい、でまあやっぱりツアイスっていいんだな、うん、まあよく分かんない時点だったんですよ、あるんですけどね、はいはい、まあ、そういう、まあ、あのイメージが先言ったような憧れっていうのはずっとやっぱありましたね、うん、ありますね、それはね、で、うん、それが最近、うん、まあ、あのソニーさんが作ってるようなツアイスありますけど、うんうん、はいはい、それ以外に、うん、俺あのヤシコンの未だに使ってるよっていうのやつって意外と少ないんじゃないかと思ったんですね。そうですね、まあちょっと、まあ、ツアイスを一言では言えないけど、ただ僕の考えるツアイスはやっぱプラナーテスターですよね、はい、ね、でゾナーとかはうん、まあ分かんないなみたいな、使ってないんで分かんないです感じで、で、まあ、ただ今、まあ、色が強いとかですね、言われてますね、ソニーについてるツアイスレンズはソニーのレンズじゃないみたいな感じはします。あ、やっぱちょっとかつてのやつとは、うん、まあいい悪い抜きにして、うん、ちょっと違うんじゃないかな、うん、まあそれは印象ですね。まあそうですね、ツアイスがまあ干渉してればいいんでしょうけど、まあ、あのまあとにかくテッサーとプラナーですね、僕にとっては。あ、そうですね、はい、まあ、正直、私も一応ですね、あのテッサーはあの45の、うん、あのまあ、パンケーキって言われてるやつですね、はいはい、うん、あれと、まあ、プラナーのコンシュ、まあ、あとあの35ミリのやっぱり焦点距離ってやっぱり結構魅力なところがあるんで、はい、うんうん、まあ、ディスタゴン35の 1.4 なんか買えないんで、はい、まあ 2.8 でやってると、はい、まあ、いうような感じですかね。豊かになったら今のスワイス楽しみます、ね、なんかちょっと小金入ったら欲しいなぐらいの感じで、まあいいですよね、はいはい、まあ、それであの、まあ、ツワイスレンズにまあちょっと思い入れが結構、はい、まあ、2人ともありますということですね、はい、あとそれにですね、まあ、私あの
もともと一眼レフって、はい、あのツワイスを使いたいなと思ってたんですよ、はい、ところがそのヤシャコンタックスのツワイスレンズをつけられるデジカメ、はい、一眼のデジカメっていうのがないなと思ったんですね、少ないんでしょう、で、まあニコンさんとかは、まあ、フランジバック極端に長い方なので、うんうん、まあ大概のレンズつけられない、はいはい、で、まあ、マイクロフォーサーズ今ちょっと全盛期ですけども、うんうんうん、マイクロフォーサーズだとやっぱりセンサー系がちっちゃいんですよね、うん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 、そしたらやっぱりあの古いレンズだと、うん、絶対アラが出ると思ったんですよ、うんうんうん、まあセンサー小さいんで、まあ、相対的に2倍ボケぐらいになるじゃないですか、はいはい、でそうすると、まあ、一番つけられるやつっていうとキャノンの 35mm になるんですけど、うんうん、そんなもん買えません、買えませんよね、そういうことドカタですよね、またね、またドカタですから、ね、ドカタって言葉使っていいんですか、ところで分かんないです、はい、なんで、まあ、どうしようかな、もう一眼レフは当分買えないなと思ってたんですよ、うんうん、でそれがまあ、ちょっと事情があって、まあ、一眼的なものをちょっと買わなきゃいけないなっていう風になったんですね、うんうん、家の事情って言いますかね、うんはい、こちらの勝手な事情で、はい、そしたらやっぱりどうせ買うんだったらやっぱちょっと変態的っていうとまだ失礼ですけど、うんまあ、変わったもんがいいなと、その時にこのシグマの作ってるデジカメっていうのを見つけたわけなんですよ、はいはいはい、ただシグマの、まあ、デジカメって、うん、要するにイメージセンサーが、はい、このフォビオンっていう、もう特殊ですよね、かなりまあ際物のようなやつ使ってて、うん解像度ドット数は少ないんですけど、うんまあ、それに出てくる映像が、はいまあ、非常にまあ多分当たり外れあると思うんですよ、はいはい、だけど、まあ、ヒットした時の映像が凄まじいというのを聞いてたので、はい、これはちょっと行くしかねえだろう、そうですね、謎の、まあ、五条さんがとか僕が興味持ってしまいますよね、そういうの、まあ、ちょっとですね、うん、そういう際物にはどうしても目がいっちゃうんで、はい、松田だったらロータリーエンジンみたいな、まあ、そんな感じですね、松田しか作れない、作ってない、作ってない、はい、いいんだみたいな、これなおかつ主流じゃないけどしつこくこだわって作ってる、こだわって作ってるんだ、まあ、そういうところがまあ非常に惹かれまして、はい、でまず、まあ、シグマの SD15 っていうのをまあ購入したんですね、はいはい、でまあその SD15 っていうのもまたそのシグマ独自のマウントっていうのを、はい、SA マウントっていうのを使ってまして、これがまた合うものがないない、あ、ね、でまあ、 あのコンタックスはとりあえずさておいてって諦めてたんですけど、うんまあ、マウントコンバーターって今結構全盛じゃないですか、まあはいはいまあ、古いレンズをデジカメ一眼タイプのやつにつけて遊ぼうっていう風潮今ありますよね、うんうん、それでいろいろ調べてたんですけども、はい、でもまあマウントがですね、なかなかそのままポン付けできるようなマウントってないんで、うんうん、諦めてたんですけど、うんまあ、ある方知り合いがですね、はい、ニコンのカメラかな、はいまあ、その辺に、ミノルタレンズ乗っけてっていうことをなんかやってた人がいるんですよ、はいはい、だすると当然あのフランジバックの長さとかその辺でもう絶対乗らないはずなんですけど、はい、実はそのコンバーターにレンズが1枚入ってる、はいはい、で撮ってみたところこれでもいいんじゃないのっていうことを言ってらしたんですね、うんうんうん、たらまあどうせ今のレンズ今のカメラに当時のレンズなんで、うんうん、そんな厳密に考えることもないかなと、うんうん、でそれで探したんですよ、はい、そしたら、まあ、ヤシコンのマウントを、はいニコンの F、はい、F マウントに載せるアダプターっていうのが売ってあったんですね、はいまあ、そのマウントアダプターの一応ある程度有名なところらしいんですけど、うん、そういうのをちょっと見つけたんですよ、うん、あこれいいなと思って、うん、でその後じゃあどうやって SD15 を F マウントにするかっていうと、うんまあ、シグマさんっていうのはもともとレンズメーカーなんで、うん、基本的に他のメーカーのレンズなんか載せんでええっていう考えなんでしょうね、うんうんうん、マウントアダプターはないんですよ全然ない、で他のメーカーもシグマのレンズだと出してくんない、はい、そしたらですね、まあ、ある、まあ、インターネットを探してたんですけど、うん、あるその自分で、うん、そのシグマ SA にかます F マウントにするようなアダプター作ってる方がいらっしゃったんですね、うんうん、で私これ見つけて、うん、もう買いました。なんでそんな苦労するんですか。まあそのこの SD15 に SD15 F マウント仕様にしてるために、それで偉いですね。
まあなんでしょうね、うん、まあでもこうピカッと来たわけですよ、これ素晴らしいと思って、うんね、我々らしいんですよ、なんか、あの誰も感謝しないようなことを見つけたりね、して喜んでる、まあ、でも僕はそのはっきり言って作った方にすごく感謝したいんですけど ね、まあ、よくまあこれこんなもん作るなと思ってですね、はいはい、うん、あの立場の製作所ってとこなんですけど、ぜひですね SD15 のユーザーの皆さん買ってあげてください、本当にもうですね私感動しましたこれ、うん、でだからですねその、まあ、その F マウントアダプターっていうのを SD15 につけて、うん、そこにあのフォトディオックスっていうメーカーの、はいはい、あのヤシコンアダプターを 2連結しまして、ね、うんうん、でその中にその上に、コンタクトレンズをつけて、うん、撮ってます、はいはい、このレンズがですね、ヤシコンですね、ヤシカコンタクトのレンズのデザインがね、非常に優れてると思います、美しいですね、かっこいいですよね、かっこいい、なんて言いますか、黒い部分がね、広く撮ってあったりして、当時のやっぱりキャノンニコンのレンズよりもずっとなんかかっこいいと思うんですよ、結構時代を感じさせないというか、うん、あの時代を超えたデザインでね、まあ、これポルシェデザインだったですかね、よく考えたらコンタクトはポルシェですよね、うん、レンズまだ分かんないですけど、うん、レンズも合わせてるんだよね、すごくいいね、あの黒でシンプルで、うん、まあ、飽きが来ないというかですね、うん、まあ、時代レスな、はい、流行りがないようなデザイン で、うん、でしかもあのプラナーとかだと前玉でかいじゃないですか、はい、ね、特にはプラナー85とか、うん、もうめっちゃでかい前玉ですね、うんうん、これが異常にかっこよくて、うん、もう絶対これつけるだけでもいいだろうと思って、うん、まあそれでまあこうフォビオンとですねシグマとヤシコが合体しちゃったと、素晴らしいですね、まああの写りについてですけど、はいはい、あのどんな感じですか、ですね、まああの正直言って分かりませんやっぱりですね、あのまあ所詮40年前のレンズなんで、はい、あんまりこう最新のですね、まあ、あとお高いレンズに比べてどうかっていうとですね、うん、必ずしもそのいいとは思えないんですよね、やっぱり私として、うんうん、で機構的にもですね、やっぱりシグマのフォビオンって、うん、まあ、APS-C よりも小さいサイズのセンサーなんですよね、うんうんうん、なので例えば現在のレンズに匹敵する解像力を持ってたとしても相対的にやっぱボケますからね、やっぱりですね、正直言って今のカメラの構成はね、やっぱいいんですよ、まあ、それはね超えられないです、やっぱその、うん、だからね、やっぱりただ写りがいいというのといい写真は別の話なので、まあ、別ですからね、うん、今回、まあ、こういう何が起きるかわからないというか現実そんな感じするんですよ、写りがね、はいはい、それを楽しむために頑張って研究されてたというふうに捉えます、はい、私は。ありがとうございます、はい、まあまあ可愛いものというですね、うん、まあ、結構気に入ってる、ね、巷に見、あの、まあ、見てもですね、うん、なかなか見かけないんですよ、はい、そのまあシグマにヤシコン乗せましたって人がですね、はい、なんでまあいい、なんていうんですか、多山の石じゃないんですけど、まあいい実験台になって、はい、そうね、まあ、僕の正直な感想を言うとですね、まあ、東ドイツの国民車だったトラバントを電気自動車に変えてみましたという最近若い人がやってる人いるんですよ、ああそうなんですか、それに似てる感じがしますまあ誰に頼まれるわけでもなくもうトラバントを、あの電気自動車にしてみました、エコです、ね、エコです、そういう感じで、まあ本当魅力的だと思います、じゃあこれ次回、はい、ちょっと作品についていろいろと、はい、セクさんも交えて解説していきたいと思います、はい、まあこんな映像が撮れましたよぐらいの、はい、まあサンプルとしてですね、まあ参考になればなと思います、大事なもう写真撮れないんでね私もね、はい、じゃあ次回話しましょう、はい、じゃあ次回またよろしくお願いします、はい、どうも。いつもキャスト